キーンは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州チェシャー軍の市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査では、人口23,409人だった。キーン市には、キーン州立カレッジとアンティオック、大学ニューイングランド校があり、また毎年カボチャ祭を開催している。キーンの町は1735年にニューハンプシャーと、 マサチューセッツの植民地総督ジョナサン・ベルチャーによってアッパーアシューロットとして認められ、一人5ポンドを払った開拓者63人に区画が与えられた。1736年以降に入植が行われ、フレンチ・インディアン戦争の間はマサチューセッツ湾植民地を守る、砦の町という意図があった。1741年、マサチューセッツとニューハンプシャー両植民地の境界が、 設定された時にアッパーアシューロットはニューハンプシャー植民地の一部になった。ジョージ王戦争の時インディアンに攻撃され街が焼かれた。住民は安全なところに逃げたが1750年代初期に戻ってきて再建することになった。1753年にベニング・ウェントワース総督から再度住民に認証され、ウェントワースがベンジャミン・キーン教から キーンと名付けた。キーンは中スペインイギリス公使かつ西インド諸島交易業者だった。キーンはチェシャー軍の中央に位置していたので1769年に軍庁所在地になった。キーンの庁域からサリバンとロックスベリーの町が分離した。スワンジーから154エーカーの土地を併合した。ボストンメイン鉄道のキーン駅、1916年頃、 イエール大学の学長だったティモシード・ドワイトが旅行機をつけていて、このキーインの街をニューイングランドで最も可愛い街と記していた。古代の湖があった地を丘に囲まれ、肥沃な草原のあるバレーは農業に向いていた。アシューロット川の水力を利用して、製材所、製粉所、川なめし工場が作られた。1848年に鉄道が開通した後、 他にも多くの産業ができた。木製品、ペール、椅子、サッシ、シャッター、ドア、陶器、ガラス、石鹸、毛織物、靴、蔵、草刈り機、四輪馬車、ソリを製造する中心になった。レンガ工場や中炭造場もあった。キーインは1874年に主として法人化され、1880年、の人口は6784人になっていた。 しかし、ニューイングランドの製造業は20世紀に入って衰退し、特に世界恐慌の時代がひどかった。今日のキーンは保険業、教育と観光業の中心になっている。それでも繁栄した工業庁の名残としてビクトリア機の建築がかなり残っている。その一例がキーン公共図書館であり、1869年頃に、 工業家ヘンリー・コロニーが建てた第二定正期建築を使っている。金氏は北緯42度56分01秒整形72度16分41秒、北緯42.93361度整形72.27806度、42.93361-72.27806に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 地域全面積は37.6平方マイルであり、この内陸地37.3平方マイル、水域は0.2平方マイルで、水域率は0.67%である。市内をアシューロット側が流れている。地域の最高地点は、標高1388フィートのグレーズヒル、頂上であり、地域南西隅にある。金市域の全体は、 コネチカット川流域に入っているが、北西の隅は、アシューロット川を経てコネチカット川に流れている。ニューハンプシャー州道は9つの方向から近に集まっている。州道9号線は、北東の州とコンコード市と北のニューポート町、及び南西のノースフィールド町をつないでいる。州道十二号線は、北西のオールポール町とチャールズタウン町、南東のマサチューセッツ州。 ウィンチェンドン町とをつないでいる。修道101号線は、東のピーターボロー町とマンチェスター市に、修道32号線は、南のスワンジー町とマサチューセッツ州、アソル町に、修道12号線大体路は、北のサリー町とアルステッド町に通じている。修道9号線、10号線、12号線、101号線が、使う自動車専用道が、市中心街の周り、 北と西と南に通っている。市の真南、スワンジーにディラント・ホプキンス空港がある。キーンは湿潤大陸性気候区にある。四季がはっきりしている。7月の平均最高気温は下肢82度過去、最高気温は下肢102度だった。アメリカが州国東部にある他の都市と同様、高湿度の季節は熱指数が110にも達する。下記、 西からの雷雨に襲われることがあるが、西にあるグリーン山地が障壁になって嵐の強さを弱らせることがある。最近竜巻に襲われたのは1997年のことだった。冬は大変厳しいものになる。最近で厳しかったのは2002年から2003年の冬であり、積雪は112.5インチにもなった。降雪の大半はノーイースターからの雪であり、 大西洋岸を北に上がってきて強くなる低気圧によるものである。多くの場合ニューイングランド南部に吹雪を起こしている。最近の例では2005年と2006年の吹雪があった。キーインは冷たい空気が南からの湿った空気にぶつかるところにあるので冬の嵐がひどくなる。雪とは別に大変寒くもなる。比較的暖かい冬でも最低一晩は サブゼロまで下がる。2004年1月25日の最高気温が氷点下となり、そのうち5日は気温が下詞の1桁、1日は0度だった。夜間の最低気温は12日で0度以下となり、7日が低、下詞10度以下だった。過去最低気温は低、歌詞31度だった。低温に加えて凍るような風が吹き、風速冷却で低く、歌詞30度以下まで冷える。 降雪は4月末まで起こり続けることがあるが、一方で気温下肢80度が3月下旬に起こることもある。秋の天候も同様である。初雪は通常11月初旬であるが、11月半ばになっても気温が下肢60度の日もある。降雨は春と秋に多い。例えば12インチの記録的降雨と洪水が2005年10月に起こった。翌年5月にも かなりの洪水が起きた。貨物総者上、1907年以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。金ム市の政府は市長と15人の委員による市政委員会で構成されている。5つの小選挙区から各2人の委員が選ばれ、残り5人は市全体を選挙区に選ばれている。連邦通信委員会の免許を受けるラジオ局が AM2 局、 FM7 局ある。地元ケーブルテレビのチェシャー TV や公共放送サービス系列のテレビ局などがある。公共図書館1920年頃キームには金州立カレッジがあるので小さな学園長とみなされることが多い。学生数は5400人おり、主人公の4分の1以上である。また、アンティオック大学ニューイングランド校もある。中等教育レベルでは、 チェシャー軍の主要都市であるので地域教育の中核として機能している。キーン高校は軍内最大の高校であり、生徒数は1850人である。市内には中学校1校、小学校5校がある。ニューハンプシャー州教育管理第29ユニットに属している。キーム市内には20以上の教会と1つのシナゴーグがある。 中心街の重要な目印は、セントラル広場にある、キリスト連合教会であり、地元では、白い教会あるいは、広場の頭にある教会と呼ばれている。この広場に面する二つ目の教会は、グレースユナイテッドメソジスト教会であり、レンガの教会とも呼ばれたが、現在は、新しいクロスウェイ教会となっている。キーインは、ローマカトリック教会ホーリースピリット教区の本部であり、 牧師は、マンチェスター教区の監督下にある、モナドノック管区の首席司祭である。この教区には、キーム市内のセントバーナードとセントマーガレットメアリーの二つの教会がある。聖公会の教会は、セントジェームズ教会であり、ニューハンプシャー聖公会教区に入っている。ギリシャ聖教のセントジョージ教会もあり、ボストン都市圏の監督下にある。市内にあるシナゴーグは、 コングリゲーションアハバスアチムである。末日聖とイエス・キリスト教会の建物はキーン地区の本部でありナシュアステークの一部となっている。2000年のキーンカボチャ祭で展示された数万個のジャックランタンの一部毎年10月にカボチャ祭が開催されている。この祭りでは同時に灯されるジャックランタンの世界記録を持っている。まずキーンで2003年に記録を作り、 それが2006年にボストンで破られたが2013年に3万581個で世界記録を取り戻した。通り沿いに積み上げられる巨大な塔の他に数多いランタンが通りを彩る。フェースペインティング、花火、音楽などの余興もある。世界中から毎年8万人以上の観客が集まってくる。毎年8月下旬、または9月初旬に キーン音楽祭を開催している。中心街にあるいくつかのステージが使われ、無料で公開され、地元企業が講演している。キーン室内楽オーケストラ、キーン室内、シンガーズ、キーン、コーラル、グレーターキーンポ、ップスクワイヤー、キーン、ジャズオーケストラなど多くの地元団体が定期的に演奏会を行っている。バーバーショップハーモニー協会の地方支部である。 チェシャーメンコーラスは毎週火曜日午後7時からセントラル広場のキリスト連合教会で演奏している。モナドノックパスウェイシンガーズはキーインを本拠にするすべてボランティアのホスピス団体であり、会員はチェシャー軍内の多くの町から来ている。養護ホーム、病院、生活支援センターあるいは個人宅で歌を歌っている。毎年ライオンズクラブのキーイン支部がコロニアル劇場で ブロードウェイのミュージカルを興行し、街のための資金を集めている。この劇場は1924年建築であり、その後修復されている。その他の劇場、公演会場としては、キーイン高校公会堂やキーイン中学校にある、軍内最大のララシー公会堂、キーイン州立カレッジにある、パットナム美術講義会館がある。キーインシネマは、キー道路近くにある映画館である。 ニューイングランド大学館野球リーグに属するキーインスワンプバッツがキーインを本拠にしている。球場はアラムナイフィールドであり、毎カ6月と7月がシーズンである。これまで2000年、2003年、2011年、2013年の4度リーグ優勝してきた。モナドノックウルフパックラグビーフットボールクラブがキーインを本拠にしている。ドイツのアインベックがキーインのパートナー氏である。 ありがとうございます。